っとみんなにさ報告があって、俺の反対語が変わったっていう。ほらほら、あんまり俺話しかけられるの好きじゃないよ。変わろうと思う。つつましい感じのファン対応になったから、一回ちょっとそれ見て評価もらってもいいかな。オッケー。みんなのその客観的な評価。いけ、じゃあゴーでちょっと声かけて。はいっすか。普通に用意。あれ、コムドットの。そうそうそう、ヤマトヤマト、ありがとう。いつも応援してくれるの、ありがとう。怖いっす、逆に怖い。ほぼ俺やないかい。まあ、ユーマンみたい。なんかそのありがとうって言ってこれ以上近づかせせないユーマン。え、ダメかな。いや、これめっちゃいいです。相手にも不快感を与えずに、自分も短い時間で帰れる。いや、短い時間で帰ろうとかはない。ありったけの感謝を伝えた結果がこれなんだけど。前のヤマトなんか見違えていい？前のヤマトはどんな感じだっけ？それで普通に声かけてくれる子にも厳しかったっけ？そんなことはないんだけど、結構生意気な人とかにも全部これでいこうかな。俺生意気にはやっぱりすげえ厳しいからね。俺なんか、俺この間さ、3人組みたいな、ヒップホップ3人組みたいな、なんか坊主どもが、俺がパー一人でこう歩いてたら、おっ、ヒューガだ、ヒューガだ、ヒューガだ、やべえ、ヒューガだ、おい、ヒューガ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 みたいな感じで来たから、呼びしちゃダメでしょって言ったら、うわ、ヒューガだって言ってた。学習能力ゼロやん。俺めっちゃ可愛いな、こいつ、と思って全然怒れなかったんだけども、その頭悪すぎて。びっくりするのはさ、やっぱ声大きくて周りの人が気づくぐらい声でかいとちょっとあれって思う。あなただけに気づかれたのは僕の責任なので、まあ僕が、まあ、写真撮ったり喋ったりはするっていうのが分かるんだけど、その場にいる全員友達みたいなテンションで、え、ヒューガや、え、ヒューガだよね、あれヒューガっすよねみたいな感じになっちゃうと、やっぱもう場が騒然としちゃうから。肩叩きされるのがびっくりする、ファンの人に。そうそうそう。俺触られはしないんだよな絶対。だから本来良くないですよ触るのも。触るのはちょっとびっくりするしな。いや、後々聞いた話によると、触ることで生き量って飛んじゃったりするらしいですからね。それも無意識に。しかもゆうた結構触られた経験があるの？いや、あるよ。俺結構触られること多いかも。ゆうたくんって。え、怖くね、それは。それはさ、ゆうたが周り見てね、後ろからやられるってこと？横とか後ろだね。イヤホンしてるからじゃない？俺イヤホンしてる。しかも目悪いから、近づかれても分かんないのよ、目合ってるかどうか。ほんとギリギリまで俺のことを知ってくれてる子かどうか分かんなくて、もう気づいた時には前に入られてこうですよ。あー、びっくりするね。だから俺素のリアクションするもん。おぉ、いや、そりゃそうだよね。だって知らない間に前に入られて肩触られるなんてありえないもんね。冷静に考えた時に、もし自分にこの好きな人とか応援してる人がいたとして、俺肩叩けない。いや、マジで俺絶対無理だわ。触れなくない？まず実在したんだっていうところやで、え、本物だよ、触れない絶対。結構だからすごいメンタルだよね。触る人マジすごい。え、なんか腕掴まれたの誰だっけ？あ、俺やられた。それがやばいよね。もうほぼさ、恋愛感情入ってるよね。それだって男の子が女の子にやったら普通に警察出てくるからね。